コントロール C じゃない。深刻なコンテンツ不足。じゃあ新しいコンテンツやるぞ。ひろゆきに協定を教える。いやいや、やらんし絶対。マジか。協定やったらあれど、人間ドラマぞ。浜野や、うん、協定の足や地獄やろけど絶対に毎日お前らみんなが大森ファームまだ来とる。行こう行こう。2年目それ何円持っとる。8000万あるやん。8982万か。うん、まあまあしんどい。これ俺が稼いだやつやろこれ。お前じゃないよお前。でんでん、こんばんは。死ぬが釣れたわ。深刻なコンテンツ不足。死ぬとかええな。もしだ NHK マイル行っちゃうぞ早速。ちょっと待て。いやもうええやろ。え、あ5月か。あそうやな。そう、こんばんは。ちょうどいいね。うん、出走は見よう。そうやな。グランとかおったら絶対買うけどな俺。でもアップデートせえやな。イクイノックスとか。おるよイクイノ。デートまだ2歳とか。レインボーラインがお前グリバルの相当むずいバージョンになっとるでこれ今回。配信者おい。なんだこれちょいお前。刺さらんが。どうするお前。これ。買い目は。12からやな。12、19、12、16のフォーメーションでいきます。9、12、14。3連単フォーメーション。9、12、14。うん、ちょっと待って。16でもええけどな。岩田の親父か。俺が買うわ。いや、ええよ。俺が、俺しちゃうけど。こういうもんなんか。2714ボックスやな。3点あ、6点。うん、前何お前さっき買え。じゃあ俺あれでやるで、うん、フォーメーションで買え。あ、ボックスか。いや俺生まれんでいくわこれ、うんうん、そうね。27フォーメーションで、うん、27レインボーライン、うん、いや違う、レインボーライン本番だと思ってやってけ。これかな、4点で。じゃあ250万な。あ、いいっすか。1000万1000万いいっすか。いいっすよ。十分我慢っすか。なんぼやったっけ。2500万。250。あ、250万。1点ね。はい、はい、で1000万、はい、購入して、まず購入します。次俺が買います。はい、3連単。あ、3連単。うん、はいはい、フォーメーションでいきます。フォーメーション、はい、1列目、はい、2、1着が2、うん、12、うん、もう1個下16、12を飛ばせ、14飛ばせ、14飛ばす、うん、飛ばせ。え、そいつ 16、うん、で2列目が、はい、そいつ入れる、16入れる、うん、で14も入れます。レインボーライン、こいつ3も入れて。あ、はい、うん、こいつも。いや、これ、これはいらん。裏返さんでいい。はい。で、11、3着が。あ、これ。で、19。9? 9。3着。うん。で、7が。あいつごきりしま。はい。で、2着に、これ、ここ、クラレント。はい、上の一手。25点か。これで、これも2着入れよう。あ、はい。33点。これでいく。これでなんぼ。35万。それお前1000万超えるんやない。25万。え、25万。それお前なんぼになるんだこれ。うん、あ、まだいけるな。ちょっと買える。じゃあ35万。30万。30万。30万ぐらいな、うん、それでいい。これでいい。俺はこれでいいんだ。あと10万なんか単勝とか買ってもいい。いらない。うん、行きまーすって我々クラスの。おい、イラつくのほんとこれ。頼むで。おおおこれは何だ。感度が悪い。
よし、本番と思ってやろう。そうやな、これ当たるんならあれやで、みんな300円ずつかけとると思えば。頼むで、イグサ八幡、今日の NHK マイル当たるかどうかの瀬戸際そう。天気悪いね。え、ちょっと曇ってない？まあ大丈夫や。ダビスタ歴30年 VS 公営ギャンブルのプロ。14が1着やろお前。いや違う、12か12か、いや分からん、14かも。14やから一番人気やろ。 あ、そうや。自慢の三歳馬が東京競馬場に集結しました。一着なんか来ないから、頼む頼む、12頭に来てくれ。あ、14ええな、やべえ、本戦で決まりそう。これあるな、14おるわ。けど2の方が先行くな。レインボーラインが強そう。これレインボーライン来たわ、これ絶対大丈夫でしょう。12が詰まっとるな。これ14やな。いや、こんなんもうお前グリマルやぞ、グリマル外れんわ。うわ強そう、逃げそう。いやもう前もおらんし、こんなんお前一人旅でしょ。こんなんゲームぞ、やばい。 14AH すぎる。12が外回しとる。いやもうぶち抜けろよ、こんなん14もう鉄板でしょ。あ、12いいよ、16もいい、14詰まれ、詰まってくれ。いや詰まらん、これは前に出る。これか、おレッツゴー霧島、耐えろ。レッツゴー霧島が耐えたら俺の勝ちじゃ。かー14やな。おい14レインボーライン強い強い。一着すればよかった。あとは7番が残ってくれたね、マジで残ってくれ、頼む。7番来た、勝った、俺取った。12か、詰まんね。完全に取ったやろこれ俺。完成やろ。いやいやいや、当てた方が正義でしょうが。現実やれや。いやいや、現実でやれよお前。何なんすか、グリマルかよお前。いやいやいや、取ったやないですか俺。神じゃないや。いやお前が勝った分、神いるんじゃないかこれ。俺のあれは違うぞ。1番5番つくやん。2600円やろ、まあ、これなんぼど。6500万な。おいおいおい、やれよお前。おい俺奥ワイワイワイやで。30年の、これが30年の歴史やろ。よし次は簡単やな、京都新聞杯やろう。やらんやらんし。なんでど、今日のやつど。やらんやらん、つらい。おい分かったかお前ら、ゲームだけおじさんが。うるさい。 JP 分からせた、JP 分からせられた。くっつらー、きさな、何今の。次何、ゲームだけおじさん、次は何かけたい。次はなお現実、ゲームだと当たる。やめてそれ。次の週は何や、来週か。オークスもやる、やるか。まだ金あるんやろ。いやさっき俺が稼いどるけんな。お前も次500万やぞ、うん、1000万かけられると思うなよ。いいよ、3点で当てる。あ、ビクトリアマイルや。いいね、女子か。なんかボロいしかおらんのこれ。いやこれはルージュバックじゃいない。あ、18キロ切るん、うん、7号艇やな。ほんでキャップは切れんやろこれ。いやいや7号艇1着や絶対。7の単勝で、うん、いやいや違う、3連単でな、こいつ何どれ、馬券購入7から流すから。オッズ見よるだけやろお前こそ。3連単フォーメーション、はい、7が1着です。はい、はい、2着が4、うん、4、はい、ど8、はい、で11、はい、もう1個下、そいつザレマじゃない、そいつは3着だ、ザレマ3着で幻の18号艇、そいつ2着、うん、で上行って3着を今度塗りつぶしていくから。ふ、踏みのイマージンを3着です。これうん、コントラチェックは大丈夫。8点ってことは500万85、じゃあもう一個14、これで10点になる。どれこれ、うん、50万、これ、うん、12点やと。いいんだよ、何ぼかける。50万、それ何ぼどう。
600万。おお。じゃあ購入します。はい。オッズはいいよ。じゃあ俺も三連単行くわ。変則三面ちゃん。これはもうルージュバック、ルージュバック、ホエーキャップ、ホエーキャップからの紐割れ狙い。ああ、せやな。ザレマ。今回。もう大体全部買っていってるわこれ。全でええわ。ここ。全って買える買えるいや買えん。そいつ2着もいるけど。大丈夫大丈夫。スレイトガー。お前はだから勝てないんだよ現実で。いやこいつやな。むしろ2着でいるの。62点。100万や。いやそれはかけすぎや。貯金あるんやから。いやいかん。ダミランド100万かけてんの。いやそれはやりすぎやけん。そうで10万。いや20万で。1200万か。まあええやろ。まあまあええやろ。とんでもないバケモンが来る可能性もあるぞこれ。3着ね。うん。期待しましょう。マイル戦は荒れると見た。こんだけ金あったら遊んで暮らせるのに。じゃあ君たち現実でもこんなんしてえわ。禅とか買ってみたいよね。買えるよ協定やった。協定はなコンテンツ不足やろお前。何がそんなん関係ないやろ。お前にはお前皆さん何してるんすか。いつも競馬の愚痴とあのゴミみたいなゲーム、あの忍者くんとコンテンツ不足。うっせえ。最近は崖。あ、出遅れた。17号艇遅れてる。7号艇変なとこおる。勝てねえこいつ絶対。いや、あ、メジェールスーとか懐かしい。ゲーム新作豊富なの。豊富よ今年は。あれやろうかな。6月が7号艇やばい。いやぶつってくるかも。いやぶつってこねえ。18号艇にやられる。オイルキャプチャーマジでやばいね。あいつはぶちるで直線で。ヒロさん負ける。俺ら2人7号艇いかん。中におったらダメなんだよこのゲームは。いやうちからぶちる可能性がある。ホエキャップは来るなこれ確実に。いや詰まってるんじゃないかホエキャップ。7あかん。外出た A で。うわー7無理やわこれ。おいホエキャップはこれ7号艇やで。その中のやつ黒帽子。おいホエールキャプチャー7号艇来たんちゃうかこれ。18号艇やし俺取ってねえ。いや俺取ったんじゃないかこれ。あらら、ま、取っちゃった。デッドデザイアン買ってなくね。7買ってる。2着も7。いや俺買ってないかもこれ。いや18-7やろお前、うん、いやなんか俺なんか2番人気買わんかったか。だから7号艇やろ。11とか114ハゲ、うん、2万円美味しい。いや俺取ってるんじゃないんこれ。取ってる。ヒロさん取ってる。俺取ってるし。お前ら取ってるし。ハゲ全が生きたんだが。11号艇は2番人気やったか。俺やん。次誰だ。やっぱ200倍取ってるんだが。いやお前現実かけろよ。ケンタッキーお前2連勝やぞお前。おいこの流れでいけ。現実ケンタッキーかけろ。うるさい。あとチェック入れるだけなんよみんな。さすがダビスタだけおじさん。けど俺の牧場やから。うるさいよ。オークス1億超えてる総資産。いや俺が買っとるけんやろ。けど俺の牧場やから。うるさい。ダビオジ来た。リスグラッシュ来た。アパパネ来た。浜中から買うか。いや豊かやろこれどう見ても。こんなグリマル来ねえよ。いや来るんやって。買ってフォーメーション。いやフォーメーション815から流します。俺の牧場長に8と 8? うん8着2着15、1着2着。
俺ほんとあれやな、はい、グリマル嫌い。リス・グラシューは2着3着で買う。なるほど。で下 ミス・パンテール16も3着で、上の方行って前全然当たらんよ。その6、3着で、これもやろ。2号艇は2着3着で買います。これ、うん、でこれは買わんだよ。それはいらねえ。これで、うん、こんなもんかな。で50万お散財するね、うん、で変な目があるな。62倍とか1000万とかかけるんかこいつ。え20点やろ。いやええよ別に。俺には、俺はもうここは、じゃあお前これ通り買えよ。お前明日の NHK マイルも。いや俺はこれグリマル通り。俺もここ1億かかるけん。でジャンタル買えよ。アスピリト、ん？何も貼っとんのこれ。これは1億や。億ジャイオン超えるためって。お前1億も超えたらあかんよ。俺があれ使ったんやから。 あそっか。8000万な。8000万。いや9000万いけるやろ俺。1000万やった今。あと残り5000万になってしまう。よっしゃ行くぞって。大丈夫増やすけ。リス・グラシューなんか飛ばん。そうなん。いやマジで飛んだらお前が当たる時よ。俺の1000万があるんだよ。行くぞって。ダービーオークス、ていうかリス・グラシューなんかオークスなんか取ってないやろ。クニャード。お前、いやでもな、やっぱ最近で一番クソ扱ったのは発行やない。グラン、ラブゾーン、リユー、クロノジェネシスの三強時代が一番扱ったんじゃない。ヒンバはこの時はミッキー・グリランテ。あそうな、やっぱ知っとるね。カンタービレええんちゃうん。勝ってないやんカンタービレ。俺大丈夫大丈夫、もう直線で勝つけん。東京やで、歌詞の女王やで。シゲルピンクダイヤ来たら俺首吊るけん。健康面で心配。どうせ俺が死んでも誰も悲しまんやろ。やめてそういうこと言う。チラチラチラ、おい詰まるんじゃないんかこれ。リス・グラシュー大丈夫か。どうせ俺が死んでもチラチラすんだ。みんな悲しまんはずだ。ありそうこれ。チラ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 。いやでもな、宇宙の直線は長えから。シンフォギア棒とか送ってくるんちゃう。勘の子酒やめねえ。どうせ俺が死んでも誰も悲しまねえだろ。シンフォギアチラ。メンヘラ女子みたいなこと言いやがって。来るかなシンフォギア。いただき女子、いただき男子、いただきおじおじ。担当シンフォギア。担当女子って知ってる。わからん。あのホスト担当です。手首とか切り出しそう。おい詰まるぞこれマジで。やめてくれやめてくれマジで。来た、シンフォギア釣れたぞ。馬券なんかどうでもいいんだよ。俺はシンフォギアを釣ることに忙しいんだよ。おいマジでこれ相手ねえじゃねえか。よし勝てる。勝った嬉しい。何この爆走君。あっぱっぱねえ。よし2着当たっとる。8受け取る。いやお前当たらんかったら終わる。やべえ8号艇買ってねえ俺2着。嘘つけよ、終わるぞ。アパパネは買ってる1着に。当たっとんじゃないんか。あいかん、いやリスグラお前3着付けしとろ。当たっとるやこれお前。いや8号艇の2着があったかな。いやあるある、絶対買っとるお前これ。買っとるわ絶対。ミッキーこれは当たっとる。来た来た、俺だ。50万だから俺だ。2900万。俺の9000万。お前のマイナス。クソ紙。9000万を。ああ。でもまあ最初と同じくらいわけんやない。ダービーで取り返そうや。そうね、完全に俺のせいやわ、うん、牧場長引退。ガミっていうかお前が負けただけ。首吊るガミやろこんなん。あーす、俺は取った。いや何倍やった今。うん、200倍ぐらいない。中山ないとか。いやもう相当ひどいなこれ。タンタアレグリアとかこれ18いらんな。アイポカ道路来るなこれ。俺は
俺もそう思うわ。リオン・ディーズがいらんやろ。デムーロか。デムーロか。東京は戸崎を変え。13から流そう。分かった。13と7、何なんやな。何、いや9いらん。9いらん。11、1着2着。え、で13、1着2着で、うん、下、そいつ3着。いやもっと下、これじゃない。一番下18、中山ナイト3着です。2いらん。うん、いらんね。いや、いると思うね、2は。いや、いらん。マジ15、16が3着で、リオンデイズは2着だけ、うん、これであと上行こう。13と2は3着に。それでいい。20点なんぼ。これで50なんです。1000貼るんかこいつ。またえ、お前9000貼れる。8000貼れるぞ。いやもう8000は貼らん。なんでぞ。いや死んでしまう。でこいつが別にやろう、俺の牧場なんやから。リオン・ディーズを外したことにより、俺はこのデバフ機能を炸裂さすけん。7500万。1900万。いやいや、金なんかいらんだろう。いや、牧場を潰したくない俺は。俺の牧場と。うるさいよ。これ当たらんかったら将棋やるから俺。やめろ。ストレス解消に、お前らのストレスを将棋でぶちまける。これ両方外れたら将棋をやります。やめてくれ。恐怖政治を。これは当たるしかないぞお前。現地行って当たれ言うしかないなったの。これ両方外れた将棋やります。一局ホッケーやる。ミュゼエリアン、人の心ねえよ。二人がなんかパンサラサか、こいつら。パンサラサ系。いや分からん、まあ、あの詰まるんだけはやめてくれマジで。リスナーを分からせたい。将棋でちょっとお前らの。ああ、相当やこれ。リオン・ディーズ、いやー、これ1着やろ。やけんお前、変わんのがいかんのよ。お前があんなに散らかしたけんこうなるんぞ。ほんま2着ないんか。中山ナイト3着でええやろ。いやこれええわ。足残しとら、リオン・ディーズ。頭か。いや道中中断対局、折り合いもついとる。ていうかマジで今3着は分からんわ、今の今年の競馬なあ、うん、分かるわそれ。1着2着当てれんねんけどな。コワインはエポカドールよ、俺がコワインは。エポカドールって勝てん、リオン・デイズに。エポカさん勝てるやろ、最後の直線で。いや無理やろな、これプチルで多分。将棋チャンス来るぞ。7号艇が来たらやばい。リオン2着に来てくれ。おい、ミュゼエリアン捉えるのはおかしいやろ。エポカドールが1着やで、7号艇コントいかん。2着に来い。よし、エポカドール1着。あ、やばいやばい、負ける。リオン・ディーズリオン中山ナイト勝ってね。中山ナイト、お前勝ってるのか。いや、あ、俺は勝ってるけど。2着やった、リオン・ディーズ。リオン・ディーズ2着。3着抜けとんちゃう。アルジャンナ勝ったやないお前。3着何号艇。16はな、あるような気はするな。いや勝ってそうやな、これ取っとんじゃないんかお前。くそ、取ったんか。俺は将棋やりたかったんだよ。50万やった俺の当たり。当てて、そう、当たってない。将棋やりて。え、3着が抜けたんか。中山デイズ1着は勝ってる。いやもう最後にあれしようか、あのどれか死に場所選べや。天皇賞秋かジャパンカップか有馬記念。有馬やろ。有馬か。じゃあ有馬行こう。有馬でも全額使おう。3000万ずつ。そうやね。じゃあ俺は申しボックス行きます、有馬は。じゃあ倍も。死に場所選びな。けど生きてしまうよな俺。かわいいな、ほんと馬って。なんでこんなカレンダー欲しいが俺。買えや。いやほんまに有馬だ。こんなたたずんどる馬とかかわいすぎやろ、雪山んとこに。ちょっと待って、1着2頭3頭の2着5頭
の流しでいこうか。3000万やったら。ええー、と。うん。一着二頭三頭でもええな。3000万ないぞ。あ、出すか来た。買うか出すか。フィエールマン来た。ほら二頭ワールドプレミアやろ。ファルコンか。ん？絶対出すかやろ一着。おお、もうこれは。けど二から買うわ俺一着は。三連単。三連単。うん。ゲームやからな、何が起こるか分からん。1着2と8。 8? うん。出すかは待って、出すかはいらねえ。買うけど3着出すか。3着と2着になります。で下行って山勝、あ違う違う、15号艇、そいつ1着のみ。1着のみ、15、1着のみ。あ、15か、うん、これ、うん、で2着に0.なっとるで。でもいやまだよ、3着選んでないから。ああ、そうね、デスペラード今か、名称ベルーガ買おうか。12と、うん、名称マンボは、名称マンボも買おう。これで500万ずついこう。これでいいね、6点でこれで500万やな。ちょっと待って、6000万ないぞ。いや、ええよ、俺もう別に500万いく、俺は当てれそう、うん、購入します、購入しましょう。3000万なくなった。じゃあ俺は馬単でいくわ。3000万出すかな。出すかも、外枠のうちに入るから、10番とか。俺に2935万。当たるね。2930万。はい、いいね。将棋やりに行ってねえよ。こう、まあ、当たらんかったら死ぬ、次の週に死ぬ牧場、うん、1日で死ぬ牧場、うん、その 2.9 倍はちょっと多いな。パワープレーンか、ハマーワン。俺は5万は置きどき。あーもうなんだこれ、ちょい、そっちよ絶対。何何、俺知らねえよ、こっちが悪いんよ。ケンタッキーやりてえ、次の日に死ぬ間に。あーもうケンタッキーやりたい。あ、この椅子いいね。座るな座るな。いいんだよ、ジャンタルマンタル。5万は最後の晩餐代。明日ちょっと焼肉しようで、ね、ポテトチップスがあるんだな。いいの、開ける、食べますか。お前のために買っとったんだが、俺が。ありがとう。ああいいぞって、でっかいやつだぞ。けどお前の、お前ので2000万の3倍やから1億ぐらい戻るの。買い場3000万かファミマルやけんの。ヒロさ、3000万残るよ。まあ当たるけんの、うん、それがさ、あの保険の買い方やね。うすしよ、うすしよ。3連単で勝負してファミマルのギザギザポテト。だからひろゆき買い方的にな、お前例えば3連単を頭に考えとって、うん、6000円ぐらい使うやん。で4000円をマレンの2000ずつとかにいくんや。それで10倍とかやったら3連単が飛んでも、うん、1万円が倍になるわけや、うん、それそうせな勝てんねん、競馬。確かに。おい、フィエールマン、マジで飛ぶなよ。2番来る、2番来る、2番が1着、はあ、2番が1着。え、名称マンボウ3着でええぞ、名称マンボウ。ワールドプレミア1着でいい。やめて、来るだろう。ダスカマジ頑張って、ダスカ。見て、あのこの横綱相撲逃げのダスカ、かっこよすぎるんかな。ボギーってならんか。あ、かかっとる。4番、ハビみたいに。フィエールマンどれど、絶対ダスカや。右がコンパーかんやん。押さえて2番ディエールマン。
あ、2位 A ピッチおるやん。おるな、うん、あんなんつまらんよ。つまるっていうか足がないっていう。いや、フィエルマン強いから。キャスカを抜け。これは持って買っとんねん。ラスカと2位はこれは来た確定で、うん、確定。この11がいらんわ。ほらほら上がってきたぞ、フィエルマン。そんかし、ダスカは抜くなよ、フィエルマン、マジで。別に馬なんやから、どっちでもいいよ。いや、俺馬たんないよ。馬たん。おいおい、フィエルマン、やめろって。ダスカ負けた。嬉しい嬉しい。俺当たった。本当。いや、一着はな。あー、プレも来とるやん。当たったよね、お前マジで。いや、俺2着が抜けとるような 気するわ。15あったっけ、2着。3着に紐が入っとった。あたり234当たってる、多分。ほんと、まだやれる俺ら。いや、外れか。くぅ、俺は当たってる。6点しか勝ってないかった。将棋になります。ということは、いや待て、この阪神カップを当てたら5万と。あ、かけれ破産なる。まだ生きれるんじゃん。年越せる。いや、いけるんか。5万で草台やるしかないやろ、ここ、うん、5万かけよう。ホープ売るやろ。ワンカラットの単勝よ、もう。これは違うよ、3連単よ。 やめって。何が生き残るためには。大外まくりだ。16、15を12、3連単。分かった、お前に託すわ。もう16、15、2、うん、ザレマ、うん、で3着が、うん、上、うん、ずすぎやろ。ミスターメロディーやな。1着1番、この1点、の5万円勝ち。あ、500万戻ってくる。嬉しい。当たった、嬉しい。こんな1点当てれたらマジで奇跡やと。お前残り分かってないな。大外まくりや。嬉しいな。5万円500万に500万あったらけど3匹測れる、うん、フェブラリーいけるな。いけるね、ヒロさん。お嬉しい、当たってる。飛ばすな、こんなん。スキップしろ。こんなん見てられませんわ。16、15、1っていう名が確定名になっとるから。16、15、1、16、15、1、なんか遅れてる。16が大外まくり来たか。1号艇はそのまま。ミスターメロディーは来てる。こいつ1着じゃなくていいんだけど。16は。お、2人来た、2人来た。あ、1着1頭だけか。16、15、5って何度。惜しいんだが。16は当たった。1着だけ。やっぱワンカラットやったやんけ。5万が10万になったところでやろ。15万になったところでやろ。ああ。よし、ちょっと貸せ。待って、将棋やらせろ。これほんとあれやな。それ抜けや、充電を。違うね、充電抜くっていうかあれなんやって、うん、ここが押さえつけられとる剣よ絶対これ。これもう破産。破産だよね。5万円しかなかったから。来月の運営ができません。もう終わりですって言われる、残高マイナス20万。あ、そこをつきました。おじいの悲しい表情。今波スマイルバンクです。今波さん悲しそう。牧場担保に出しまして2億円分の融資が決定しました、うん、やる。まだいけるぞ。じゃあアステリア禁物です。ちょっぴり嬉しいお知らせがあって。なんだ。競馬協会から届きました。返済ミッションというのの試練。3連単1点勝負いく。200万。もう多くずつかけるか。出てあ、いかんのか。ん、5000万ずつか。何番あるの。2億あるやん、うん、どれいく。3連単 NHK 前でいく。フェブラリー。フェブラリーなんか当たらんて。ダートの。ダートやけんよ。当たるやろ。やる、うん。一平牧場。ん、当てたらええんやろ。借りた馬券。
フェブラリーだ。レッツゴドンキーやな。いや、マルガイも怪しいぞ、あのモーニング。モーニング取るわ。インティーまであるな。これはボックスです。三連単、四五、三連単ボックス。四五五六。下11。ザレマ。ザレマ。うん、とモーニング。こんなんたらセットです。で下これ消して、チェックいらない、これチェック消せ、この50倍ってやつ、ガミったらなんか言われるし、全部入れて、めんどくさいんよ。あ、全部入れてか。でそれチェック消すんよ。あ、なるほど。54倍も消せ消せ消せ、添削添削、それも消す。うん、そしたらこんなやろ、こんな、こうやったらガミにならないから、これも消す。いや、この58倍も消す。これこそこういうんやろ、13を消しただけなんじゃないん、これ、うん、それでいいね、一番ええとこ。それで購入します。50万、3000万からいけます。約3000万かけます。よし、300万浮いた。ガミ言ったらうるさいんだろ、この人だ、うん、そう、それな。だからガミ対策をするんだよ、俺は。俺はもっとストレートにいくよ。実際に協定で俺これやりまくってるし、2400円から4点削る。ガミったらうるさい人たちの目の前でちょっとこれ外れを見せれない。それなって、俺はガミらんようにいくよ。それで全部セットしてもガミらんから、30倍以上つくから。3連単やったら42点買いたい。42倍以上のなんかないから。よっしゃ、50倍あるけどな。いや、だから50倍やったらガミやないや。確かに、うん、じゃあ俺は、25万かな、うん、これは両方当たりだ。動くとかになるんやけど、カバン。ええよ。ええ。ええよ。優しすぎるんかな。買えんやろ。あ、そっか。うん、前何本やってたんだ。3000万やから、7000万やから。66万ぐらいか。うん、安い。それは十分買えるわ。125万や。じゃあ5000万で、うん、はい、優しいな俺。確かに。え、マジでケンタッキーやる人ちょっとセットしたら目言って、勝った目。俺もちょっと乗るわとか、それ外すだけやろお前。いや、これ大谷のチームにおるアウトマンっていうやつ好きだけど、顔がベッタニマンな。買いました。誰言ってみ。隊長やで。3頭言って。隊長かい。隊長 DM 送ってこい。隊長、ちょっと隊長とちょっと将棋やろうかな。そう、ホエールキャプチャーは、え、あ、違う、レッツゴードンキか。56の安いやつか。3着がちょっと荒れたら50倍は切る。よし、56は取ってる、取ってるぞ。2人ともダブル的。うん、これ取ったやな、両方ダブ的。うん、13買ってる俺。俺も取っとるやろこれ。268171、これダブル的中やろ。あ、5000円の俺ガミのやつ 消してる可能性がある。あ俺1万って誰だ。え、1万って誰ぞ。え、お前やろ。え、そう、ガミってないやん。こうやるんぞお前ら。何の1万って、これどういうこと。俺30万やろ。なんか1万のがあるな。誰が1万だ。あ、違う、あれは、うん、消したやつが、添削したやつが本当当たってないけど1万残っとることになっとるけ。あ、そういうこと。払い戻し。こいつクソ紙やんこれ。ちょっと待て、なんぼこれ。2と6いらんやろ。6、隊長、このジャストスティールってやつ紙すぎん。でも俺もこれ全然食えてなくない。俺なんぼかけたん。5000万5000万ぐらいやろ俺かけとったん。え、だから40通りぐらい。え、これ紙っとるやろ両方で。紙ってやないわお前、42通りやから。いや違う、お前の分で紙っとるやろ。俺は関係ないよ、俺は参加してないんだよ。いやいや、いや俺は紙じゃないやろ。え、248、17、18、俺1300万買っとるんやけど。ああ、それ、その人、この人は当たりやわ多分。
焼きサバ77ほんと、うん、241718でこの4点と 8? おいフォーエバーヤング誰も買ってないやんけ。買えやな。俺は主だ。やっぱり関係ある。俺が主だ。よし、ドバイワールドやろうね。いや、あれよ、かけない。どうする？大阪へスルーで。うん。高松宮やらんの。天皇賞春やる。そうね。荒れるし。荒れんやろ。いや、荒れるんや、このゲームの天皇賞春は。そんなゲームねえし。いや、マジで。そう。ウィニングイレブンやりて。ないんだよ。違うんよ、ほんまに。俺プレステ4しかないけど、ウィニングイレブンできる？ウィンバリアシオンのエタリオ。いやな。この16いらんやろ。あ？お、青だぞ。やる？でシャケトラやな、これ。あとフィエールマン。いや、これはもうフィエールマンの単勝でいいやろ。お前も知るしか見てないやん。いや、だって2連覇やで。やっぱダビスタ歴40年のとか違うわ。フィエールマンね。あ、ちょいしまった見るだけかレースは。これ絶対フィエールマンやで。俺単勝では1億貼っとった。40年男かあ。スティングヘリオが残る。これでフィエルマン負けたら俺らバンバンさ。フィエルマン負けるわ。剣こそ最強の買い目やから、競馬を楽しむには。そやな。え、ちょっと待って、俺なんて言ってた。違う、ウィン・マリリンって今も走ってるやん。確かに、うん、かわいい。福田マリ、マリ。いや、来た。フィエルマンや、やっぱり。いや、福田マリンやろ。勝てる、マリン、勝った。フィエルマン、ザマー。やっぱり福田マリン強い。変わんでよかった。最強の女子。かー、俺やったら勝ってた、福田マリンを。そうな。うん、だって買うもん、名前で。当たってる。最強の女子。ウィン・マリリン、23万。つまんかった。なんで変わんの俺。ヒット・ザ・ターゲット。マリリンがいグリグリ外したいだけ棒やんお前。いや、ウィン・マリリン買うて、現実でも。マジで。そうなの。うん、じゃあ宝塚行こうか。ん、屋根が赤い。そうよ。まだ購入を投票広告が足りんぞ。体調のやつ多分当たらんわあれ。マジで体調絶対当たらんわ。あの4ってやつこんわ。おいこれは、うん、キャッチングフリーダム。こんなん来ねえよ。これはリグラッシュの湘南マンチ 1-2 流しやな。アパパネの水1245ボックス。1245ボックス4点協定で1241245。これでいいね。24点500万。500万。うん、よし。やりすぎよ500万は。なんで億超えるもん。ああ、そういうことか。じゃあ300万かな。それでもまあまあいくぞ。7200万やぞ。お前2800万。なんで俺ばっかり。これは協定で見る目やな。よ、なんぼかけれるの俺。え、お前1億。あ、2200万。じゃあ俺アパパネで。さっきリスグラスで裏切られたけん今回。俺さっきの マリリン馬券があるから。くそ。いや、2と1718は確定やと思う。アパパネしか勝たん。28は確定。284がいらんわ。2612のワイドボックスにしてあって。26いらんくない。12ってなんだ。
12もいらんだろ。下手くそがおる。矢部くん、矢部くんちゃうわ。12は確かに12いらんやろ。それならお前フォーエバーヤング買っとけよ。11消したっていうのは誰だ。いやけど12と2は、2は頭でええけど、3連単だ。1イン逃げぞ。おアパパね、5-2-1、アパパね、5-2-1なら当たり。アパパ、ね、変なん来い。アパパね、よし3着当たった当たったお前。いやわからん、よ2-5-4やった当たりか。8買ってね、5-2-8買ってね、4から上買ってね。お前スラボニータぐらい買っとけよバカ野郎。上のやつなんか見ねえんだよ。おい7000万やぞ、7000万。はい、次もう参加しません。僕いやええよして。お前、お前当てとけ。ガチで言ってじゃあ俺次、うん、天皇賞秋。いいよ天皇賞春じゃない。秋行く。エフフォーリアがおることを信じて俺は。おいおい、おいみんなあれか、まやかしか。ケンタッキー買うって言ってたやん、ひろゆきも。何が、何のために俺はゆうちょに入れたんだ。ジェンティルドンだな、これは。もうジェンティルドンだよ。俺逆に NHK マイル買わんぞ。ね、帰って。いや買うけど、もううちの牧場が再起するためにはジェンティルドンナーかけるしかないんや。6500万。うんですな。ええ、なになに、ダークシャドウ。 JP かけれんやん。 JP はかけたくないらしい、もう当たらんけ。もう俺競馬嫌い、協定も嫌い。やっぱ俺はあれやな、スロットやな俺には。一番お前スロットもないやろ。ジェンティル来ない。もう俺はあのスロットと将棋で生きていく。コンテンツ豊富な 俺からしたら。秋の風東京競馬場、ひろゆきに任すわ協定は。タックルどんな負けん、絶対強いけん。将棋でちょっと平場に打ちに行く。ラクリマ強いよ。いや来るなこれ。タックルどんな、もう見えとったけん今後ろに。ゴイゴイに来るで、ほら来たーって。さすがジェンティルどんなやで。おいおいやめろ、おいやめろ、おい止めろ、勝負根性。フェルマンに刺された。ダセーどんな。こうちなみに俺の牧場なこれ。お前なんか人の金やけんやりよるけどって。かっこええ。ああ、うん、牧場潰れたわ。いや待て、まだ7万ある。7万俺の3連単、得意の3連単いくぞ。1点。スワンステークスったのお前、うん、8-8-11-1やな。1点、うん、8ボックス。いやいやフォーメーション、フォーメーション。8-8-1-11です。8-1-11、これの7万円掛け。待て、せめてここも買ってくれ。3着付けに3万5000やろ、うん、いらん7万や。こんな言って当たんねえよ。350万やったらまだ戦える。取り返さなきゃ。早く協定の方が発動した。いっぺんやんこんな。よし嬉しい、当たった。また300億。あかんか。嬉しい嬉しい。君たちお前ら死んだと思うだろ。蘇るんだよ俺は、何度でも。絶対無理やろこんな。3連単簡単すぎ。3連単いってんなんか。なんだこの G2、スワンステークス当たってしまったぞ俺。順平ミーム作られるで、うん、ミッキーアール、あやばい。いやミッキーアールこっから伸びるぞ。違うんが来てる。何これなんだ。マルカフェニックス。これは荒れたな。お前これ相当ついとるが。
9、何本これ。これはもう650番人気とかやから。139,520円。ボックスで買えばよかった。7万円って買えんやろ。1万のボックスで6万ゼロ。お金なくなっちゃった。いやまだ1万単勝いく。いやかけれんもん、金ない。なぜ俺たちに金はない。将棋か。つまり破産よ。あー20万もかかんの。そうなの、ね、もうダメです。今日までありがとうございました。おい今なみ今なみ許さんの今なみ。いや今なみさんはもう引退しとるやろ。いや今なみじゃ今なみし。あー差し押さえとなりました。でも多分買っとるで俺ら競馬で記録、うん、開始率 65.9%。 まあこんなもんやな。まあこんなもんやな。むしろ頑張っとる方やろこれ。てかやらんし。5万7000で回収が3万7000やったってことやろ。ですな、うん、3年持っただけでもよかったんちゃうか。そうやな。1回も出てないし。さあ君たちのそろそろセットした。あと5時間しかないよ出走まで。本物を見せてやりましょうや我々が。じゃあ勝負だ。